アンナカレーニナトレストイ前回の続きからです10バーセンカがあまり早く馬を追ったので馬に着いたのが早すぎてまだ暑かった今度の漁の主な目的である 大事な沼へ近づいた時リュービンはどうしたらバーセンカを厄介払いして邪魔なしに歩けるかと知らず知らずそのことを考えていたオブロンスキーも明らかに同じことを望んでいるらしくリュービンは彼の顔にもったいらしい表情を見て取ったそれは本当のガリウドが いつも漁の始まる前に見せるものであったがそのほかこの男に独特の人のいいずるさも現れていった「さあどんな風に始めたもんだろう沼は大したものらしいそれにはやぶさも見えているし」とオブロンスキーは菅の茂みの上に輪を描いている2羽の大きな鳥を刺しながらっ はやぶさがいるところにはきっと夜勤がいるんだからところで諸君あれが見えますかいくらか暗い表情で長靴を引き上げ銃の撃発装置を上から覗いてみながらりょうびんは言い出したあの姿見えますか川の右手に広がっている 半ば刈られた大きな水っぽい草地の中に黒ずんだ緑色の島のようなものを指さした「沼はすぐここから僕らの真ん前から始まってるんですよ」「ご覧なさい緑の濃いところから」「ここから右の方空馬の歩き回っている辺へ向かってるんですよ」「あそこに土に盛り上がりがたくさんあって」 がいるんですよあの菅の茂みのぐるりからあの藩の戸建てとそれからあの水車場のところまで空見えるだろう入り屋になったところこれが一番いいところなんだあそこで僕は一度シギを17羽打ったことがある僕らは2匹の犬を連れて再び別れてあの水車場のとこで落ち合おうじゃないか じゃあ誰が右へ行って誰が左へ行くんだねとオブロンスキーは聞いた右の方が広いから2人で行きたまえ僕は左へ行こうと彼は一見無頓着らしく言った結構一つ2人であの先生を打ち負かしてやりましょうさあ出かけた出かけたとバーセンカが引き取った りょうびんも同意せざるを得なかった。で彼らは別れ別れになった。彼らが沼へ入るや否や2匹の犬は一緒に獲物を探し始め、錆び水の方へ引かれていった。この用心深い、まだ方向の決まらないラスカの探しぶりをりょうびんはよく承知していた。彼はこの場所もよく知っていたので。 のをちベスロースキー並んで並んできた前後から水をビチャビチャいよせながら進んでくる仲間に向かって彼は消え入りそうな声で言ったゴルベンスコエ沼で思わぬ発射を受けてから彼はこの男の銃の方向が気になってしかたがないのであった いや僕はあなたの邪魔をしたくないからどうか僕のことなんか考えないでください。しかし両便は一人でに考えずにいられなかった。そして吉井が夫を出す時に言った。お互いに打ち合ったりしないでね。という言葉が我ともなしに頭に浮かぶのであった。二匹の犬は次第次第に近づいてゆく。 互いにやり過ごしながらめいめい自分の進路を守っている。シギを期待する念があまりにも強かったのでサビに覆われた沼地から引き抜く自分の靴の音が両ょの耳にはシギの鳴き声のように思われた。彼はジョオの大尻をつかんで握りしめた。バッバという音が彼の耳のすぐそばで響いた。 バーセンカがシギの群れに向かって火蓋を切ったのであるシギは沼の上をくるくる回っていたがちょうどその時むやみにカリウドたちの方へ飛んできたのであるリョウビンが振り返るいとまも,もなく1羽2羽3羽それに続いて8羽ばかりのシギが下打ちでもするような鳴き声を立てて 次から次へと飛び立ったオブロンスキーは1羽のシギがジグザグを描こうとした瞬間にドンと一発見事に打ち止めたとシギはつぶてのように沼手へ落ちたオブロンスキーは悠々騒がず菅の茂みの方へ低く飛んでいたもう1羽に筒先を向けたと思うと 銃声とともにこのシギも落ちたまだ下の方は傷のついていない白い翼で羽ばたきながら刈り取られた巣の中からひょいひょいと飛んで出るのが見えた両ょはそれほどり運が良くなかったはじめのシギに向けた狙いが低すぎたのでまん、あ、まあとしくじった鳥がもう上の方へ上がりかけたとき さらに筒先を向けたがその時もう1羽足元から飛び出したのに気を取られて第二の失敗をしてしまった彼が銃の装填を済ましている間にまたもや1羽飛び立ったするともう二度目の装填を済ませていたベスローフスキーが2発の銃弾を水の中へ放してしまった オブロンスキーは自分の獲物を拾い集めて輝かしい目でリョビ瓶を眺めたさあこれで別れようじゃないかとオブロンスキーは言って左の足で軽くビッグを引きながらいつでも打てるように宙を用意して口笛で犬を呼び呼び一方へ歩き出したリョビ瓶とベスロースキーは 反対側へ向かった。両敏はいつも第一発をし損じるとのぼせて勘を立てるために一日ヘマばかりやるのが常であった今日もその通りで死ギはたくさんいて犬のそばからも狩人たちの足元からも始終パタパタ飛び出したにもかかわらず両敏は調子を取り戻すことができなかった 打てば打つほどウェスロースキーの前で恥をかいたこちらはまた距離の敵不敵などにお構いなく面白半分にボンボンやって1羽も仕留めることができなかったけれど一向決まりの悪そうな不運もなかった両ょはいよいよ焦って自制力を失いのぼせ上がる一方なので ついに火蓋を切りながらも命中しようと思わないまでに立ち至った。だすかもどうやらそれを感じたらしい。